フレッド・アステア、フレッド・アステア、フレッド・アステア、1899年5月10日から1987年6月22日は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ生まれの俳優、ダンサー、歌手、舞台から映画界へ展示、1930年代から1950年代にかけて、ハリウッドのミュージカル映画全盛期を担った。本名フレデリク・オスター・リッツ、 フレデリック・アウステルリッツとして、オマハに生まれた。母ジョハナ・アン、旧姓ガイラス・ワルター派のプロテスタントで、東プロイセント・アルザスからのドイツ系、移民二世、ドイツ系アメリカ人。セールスマンであった父フレデリック・フリッツ、旧姓名は、フリードリヒ・エマヌエル・アウスタリッツ。フリードリヒ・ムニュル・アウステルリッツは、カトリックに改宗した、ドイツ系ユダヤ人を両親として、 オーストリアのリンツに生まれた移民一世である。つまり、フレッドはドイツ系とユダヤ系の根血である。4歳からダンススクールに学んだアステアは、2歳上の姉のアデールとコンビで全米のボードビル劇場を順演し、人気を得る。17歳でブロードウェイにダンサーとして進出を果たし、20歳で名声を確立。1921年には、 22歳で、姉、アデールと、舞台、バンドワゴンを大成功させた。しかし、1931年にアデールは、結婚を機に、芸能界から引退し、イギリスの貴族社会に入ったため、弟のアステアは、新たな活路を模索することになる。映画界への転身を決意し、ハリウッドで、カメラテストを受けたが、当初の評価は散々であった。 それでもステージで培われた実力で、スクリーンへの道を開き、1933年に、メトロゴールドウィン・ベイヤー映画、ダンシング・レディエのゲスト出演で、スクリーンデビューする。続いて、当時の大手映画会社の一つであったが、経営難にあったアーコと契約し、ジンジャー・ロジャースとコンビを結成、1933年以降、主演映画作品において華麗なダンスを披露した。 アステア・トロジャースは1939年までアーコで数々のドル箱ヒット作を生み出し、アーコは二人のダンスコメディ映画シリーズによって経営を立て直した。トップハットにエンリブク、ホワイトタイというエレガントなスタイルで当時最高の作詞家、作曲家たちの手になるナンバーを歌い踊るアステアは不強化のアメリカの大衆を熱狂させた。アステア・トロジャースは 映画史上最高のダンシングペアとされ、二人の一連の主演作は、アステア・ロジャース映画と半ばジャンル的な扱いをされている。だがロジャースが、アステアの添え物的立場に満足しておらず、演技派としての映画出演を望んだことで、コンビの時代は終わる。実際にロジャースは1939年の主演映画、恋愛手帳で1940年のアカデミー。 主演女優賞を獲得している。このためアステアは1940年からはフリーで映画出演をする。この頃、タップダンサーのエレノア・パウェルやリタ・ヘイワースラとコンビを組み、タップダンスで共演を見せる。この頃では、特に1940年の踊るニューヨークブロードウェイメロデー・オブ1940でのタップシーンが秀逸であり、 エレノアとの名人同士の火花散るようなステップが、この映画の底抜けの楽しさを引き出すことに成功しているが、工業的には、ロジャースとのコンビには及ばず、ロジャースとの最強演作を制作したこともあった。1941年からアメリカも参戦した第二次世界大戦中は、アメリカ軍の慰問活動と、出演数は減ったものの映画への出演を中心に活動した。 第二次世界大戦終結後の1946年にはミュージカル映画でハリウッドを代表するメジャー映画会社である MGM と契約したただし専属ではない。1948年若手のダンサー兼振付師としてポストアステアの地位にあった同じ MGM 所属のジーン・ケリーが撮影中に怪我を負ったため代わってアステアがイースターパレードの主を引き受けた。 このイースターパレードが世界的なヒットと成功を収め過去の人となりかけていたアステアの人気は3度急上昇する。MGM の2枚看板としてジーン・ケリーと共に活躍したが、2人の共演はジーグフェルド・ホリーズとザッツ・エンタテインメントパート2の2作にとどまる。1953年にはビンセント・ミネリ監督の豪華な大作バンド・ワゴンに主演した。 本作は、アステアの長いキャリアにおける一つの頂点と、みなされている。この時代のアステアは、アーコでのロジャースとのコンビとは異なり、様々な女優たちとダンスを踊って一枚看板を貼れる存在であり、テクニカラー映像や特殊撮影、華麗な音楽などで彩られた、MGM ミュージカル映画の最盛期を背負って立つ存在であった。だが、すでに60歳近くになっていたアステアは、 体力の限界を見せており、同時に経費のかかるミュージカル映画の前世時代も終演を迎えつつあった。この頃にはダンスなしの純粋な演技でバイプレイヤーとしての実力を見せるようにもなった。核戦争をテーマとした1959年のシリアスな近未来映画、渚にてでは医師役を演じている。また1950年代以降のテレビ上の 爆発的普及に合わせて、スパイのライセンスや、宇宙空母ギャラクティカなどのテレビドラマにも多数、出演している。1968年の映画、フィニアンの虹がミュージカル映画への最後の出演となった。晩年は、ヒット映画、タワーリング・インフェルノなどへの助演で、渋みのある演技を見せるなどし、アカデミー賞助演団優勝候補に、ノミネートされた。 ゲスト出演的な例外を除いて1970年代半ばに引退したが、進行役としてミュージカル映画全盛期を解雇した名場面集映画、ザッツエンターテインメントパートに出演では、余興として、ジーン・ケリーともども、短くも軽やかなダンスを披露し、第一人者としての貫禄を示した。ほとんど引退した後も最晩年まで自宅でのダンスの修練を怠らなかった。 1983年にマイケル・ジャクソンが一世を風靡したビリー・ジーンのムーンウォークを見ると自ら挑戦し、マイケルが直に教えたりもして、すでに80代半ばの身でありながら、これを鮮やかにマスターしていたという。1987年8月22日にカリフォルニア州ロサンゼルスで死去した。88歳であった。なお死去後の1989年に、 グラミー賞の特別功労賞を受賞している。アステアのエレガントなダンスには、洗練という言葉が最も当てはまる。アステアは、ダンスに洗練と品格の両方を備えさせることに、成功した20世紀を代表するダンサーであり、不正質の天才と得る。正当派のダンスファッションともども、息を極めたダンサーであった。後世に与えた影響も大きく、マイケル・ジャクソンなども、 アステアの大ファンで最も影響を受けた人物の一人と発言しており、幼い頃からアステアの真似をしたり、アステアごっこをして妹のジャネットと遊んだとも語っている。自分たちのテレビショーで兄弟全員でアステアのプッチン、オンザリッツをカバーしたこともある。ソロになってからも自身のパフォーマンスにおいて一部ステップを取り入れている。また、アメリカにおいてアステアは、 真摯の代名詞としても有名で、名実ともに、ミュージカル俳優の鏡であった。米俗語として、アステアイコールダンスの上手い洗練された男性があるという、優れたダンサーとしての面ばかりが強調されがちだが、歌手としてもアステアは一流であり、同時代に一世を風靡した歌手のビング・クロスビーの、クルーなスタイルとも通じるスムースさと、ダンスで培われたリズム感とを伴った、 軽やかな歌唱で、しばしば、ヒットチャートを賑わせた、アステアとクロスビーは、クロスビーの最晩年である1975年に、カー・ペンターズのヒット曲、シング・シングなどをデュオした録音を残しており、ここではおいて、なお二人の歌唱スタイルに通定する面を伺える。そしてジョージアイラのガーシュウィン兄弟、コールポーター、アービング・バーリン、ジェローム・カーンなど、 1930年代から1950年代にかけてのアメリカを代表するソングライターは、アステアのために膨大な楽曲を提供し、それらの曲は後には、スタンダードナンバーとなったものも多い。プライベートでのアステアは、シャイで、紳士的な人物だったという、社交界で派手に遊ぶタイプではなかった。映画界へ転身を考えていた頃、 ボストンの富豪の娘のフィリス・ポッターに恋をする。フィリスは最初、スターであるアステアを知らなかった。人妻であったが、やがて離婚し、1933年にフィリスと結婚した。121年間フィリスと結婚生活を送るも、フィリスは脳腫瘍にかかり、46歳の若さで急成した。足長おじさんの撮影中で交番を検討したが、 周りに励まされ撮影に復帰した。愛妻の死で悲嘆に暮れたアステアは長年を一人意味で過ごした。晩年に女性騎手のロビン・スミス、当時35歳と出会い、1980年に再婚。ロビンと年の差があったため周囲に反対され、アステアは駆け落ちまで考えたらしい。なんとか周囲を説得したが、この再婚は成功であった。 アステアが1987年に88歳で亡くなるまでロビンと幸せに過ごしたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。